です。教師同様です。はい、今回なんですけれども、はい、とんでもない、ちょっとビッグゲストに来ていただきました。はい、イーフトの王、ヒカクさんです。よろしくお願いします。ヒカクです。いやいやようこそ。いやいやいや、マジでいいっすね。いや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 、やめてください。やめてくださいよ。いや、何がね、かっこいいかってね、僕紹介でイーフトの王って言ってるんですか。否定してないですね。そんなやらせていただいて、やらせていただいて、俺がマジでかっこいい。で、今一応ガヤとして令和チャンネルがロソッと、ロソッと言わせて、なんて豪華すぎる。もう比較さんといえば、まあ、イーフトっていうところもね、もちろんございますけれども、うん、やっぱりブライトンファン、そういうところもですね、ちょっとあるんじゃないかなというふうに思いまして、ちょっとプレちゃんなので、まあ、そういったそのブライトンについてとか、まあ、そもそもサッカーをハマったきっかけとか、いろいろこう聞いていきたいなというふうに思っております。はい、なんでニヤニヤしてんの？なんでニヤニヤしてんの？いや、俺、嬉しくて。お前らのことは嬉しくて、なんで嬉しくて、みんな YouTube は並んでる感じ。それも嬉しい。すいません、目立つな。ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっさげていきましょう。レッツゴー。まあ、そもそもどういうタイミングでどういうふうに始めようと思ったかとか、はい、いつからイーフトとか、まあ、ウィーレですね、やられてるかとか、そこからちょっとお聞きしたいんですけど、はい、いつ頃からやられてます？まず、はい、僕今日チャンネル開設日なんですよ。8月2日ですよね、今日8日2日っすよ。そんなバースデーに、まさかの申し訳ない。いや、そこチャンネルだ。今そういえばと思って、そうそうそう、なんて思い出した。リアルに。そう、2017年の8月2日からなんで7年。あー、すげー長い。いや、ありがとうございます。すごいね。すいません、あのピザでしかなかった。いやいやいや、本当にめちゃくちゃ美味しいピザになってました。ずっとそれまではもう普通にウィーレやられてます。普通にウィーレは PSP で僕やってて。あー、はい、PSP で。多分お二人よりちょっと上の世代なんで、私30なんで、はいはいはい、上なんですけど、まあ高校の時とか PSP でめっちゃやってて、2014とかさ、うわー、暑い頃だ。懐かしい。ちょうどチャンネル始めた頃にウィーレアプリが出たんですよね。あ、そうなんすね。5月とかにリリースされて、2017年で、7月、8月に、まあ、チャンネル作ったみたいな。あー、そういう感じなんですよ。じゃあもう本当最初期からアプリはもう追ってるっていう感じですよね。今そこら辺はもうじゃずっと長くやられてて、そうっすね。で、姉妹。あはははは、一番勢いやね。姉妹だ。マジ、ナンバー2だ。自分で弱い勢い。マジで勢いのね。光と闇。おい、文字通り影にいる今。比較ゲームズではもうイーフトというか、基本的にずっとそこで、もう動画は基本イーフトメインでずっとやってきてるんで、すごいっすね。動画上げた本数4000、うわー、300本とかだったんで、やばー。1日 1.5 本ぐらい。いや、そうですよね。続けたみたいな。やばすぎですね。そうなんですよ。歴史を感じるな。もうリアルなちょっと話なんですけど、編集とかって何人ぐらいでやられてるんですか？編集は僕今日一人でやってもらってて。あ、そうなんですか。もう午前中撮って送って、午後編集してもらって夕方出すみたいな。それ5年ぐらいやってますね。その優秀な一人が、優秀な方が。マジっすか。それも僕の動画ずっと見てくれてて、ファンの人がやりますって言ってくれて、ずっとその人お願いしますね。すごいっすね。ご自身は編集とかされるんですか？僕は最初の2年ぐらいずっとやってました。あ、なるほどなるほど。多分僕と一緒です。そうですよね。僕も最初編集してて、徐々にみたいな。企画さん、編集が嫌だとかではなかったですか？いや、でも結構楽しんでやってたんですよね。彼は嫌だったんですかなと思いましたよ。その子が入りが良くないし、嫌だっつってこれフェードアウトして。プライベートでイーフトやってます？プライベートでもやってますね。あ、やってるんですか？難しいですよね、その境目が。線引きね。分かるっす。ね、めちゃくちゃプライベートがすまんすけど、ガチスカ見ていいっすか？ヒカックさんとレイワさんの今のガチスカがあんま一つの動画で見ることあんまなくないですか？ヒカッ
ックもない。あー、そうだね、令和ちゃんもね、ゴリゴリの毎回なんか企画で誰か使っちゃうからね、うん、確かに確かに確かに。じゃあちょっといいっすか、今今みたい隙間時間に、おー隙間って言うな。お二人は結構やってるんですか。今最近はね、熱いっすよ。熱い、そうなんですよ。僕らはあと、ウイ入れのアイコニック全盛期ぐらいにアプリ入れて、はいはいはい、でアイコニックやってたんですけど、イーフト以降のタイミングでちょっとやらなくなったんですよね。はいはいはい、富安とかがクソ強で出たあたりで僕はちょっともう一回入れてっていう感じで、はいはいはい、アーサル引きまくろうみたいな。いいっすね。で僕はもうほんと最近で、あのなんかロナウジーニョとアドリアノとガンツのおぉアドガチャで、ロナウジーニョが欲しくて147連した結果引く引けたんです。ちゃんとね、ガンツ引いてました。そうそうそう、史上最弱エンピンです。未関係の間違いない。こんな感じでございます。ちょっと見ていただけると分かるんですけども、まあまあまあ、ベーシックな4人でやらせていただきます。おー、はい、ヤンコレル外しました。違います、違います。私のヤンコレルはね、スーパーサボ。あなるほど。前半でちゃんと言うとできたらね、しっかりビルドアップして戦えれば、そうはいいかと、はい、失敗したら後半これでいきます。なるほど、なるほど。お気に入りの選手とかいらっしゃいますか。今はヤンコレルだけど、まあやっぱり、はい、ゲート話なんかね、これね、プラティニ。あー、最初で俺めっちゃ酷評したの。あー、言ってた言ってた。そう、ダゴイツみたいな、バカがよって。まあ一応置いとくかって、うん、だから数週間後ずっといる。そして王の、ちょっと僕じゃあ言っていいですか。ちょっと比較の総称が王になっちゃった。あ、おー、あ、出ましたね。前もザって感じの鬼のような。うわー、やっぱラウタロ強いっすか。ラウタロ強いっす。いやー、引かなかったんだよ。あ、ちょっと引きづらかったっすよね。そうなんですよ、そうなんですよ。あとやっぱネイマールめっちゃなんか上手い人使ってる。ネイマールいるよね。これやってないわ、だから。そういうことじゃない、そういうことじゃない。バドリアちゃんこれじゃない。何どれ。リオちゃん、あら、あー、煽りだ。あー、煽りしまった。煽りだ。なくしたやつ。最近コラムのマイリーグとかさ、レンタルできる制度でやっぱこれ出てきたんだよね。もうバカにしてんだろ。ザカリアなんすか、ビエラじゃなくて。いやザカリアっすよ。僕なんかアンカー一人は置きたくて。あー、ビエラだとちょっと上がっちゃったりもするんで、はいはいはい。キーパーピーター・シュマイケルじゃないですか。あ、確かにチェフだ。あ、僕チェフ派ですね。あー、そうなんすよ。どっちかなんすよ、これ。どっちかなんすか。どっちも持ってないからね、いまだに困ってる。そう、いや、誰使ってるんですか。最近来た、あの、エミマルス。あー、強い。まだ強い方でしょ。そう、僕は、あの、大昔のシーマグ。でも、すごい。びっくりするよ。あなたが思ってるシーマじゃないから。違う、見て、見て。見て、見て。大昔の。こちらでございます。これ、すごくない。いつ見たことない。写真が古いな。ヴィンテージシーマじゃん。いや、マジでいない。お前、持ってない。王さんも見たせえ。持ってない。じゃあこのシーンは持ってる人コメント欄に。まあちょっとですね、角度を変えて、はい、ちょっとプレミアリーグについての話をね、お聞きしたいなっていうふうに思っておりますけど、はい、まずはそのユニかっこいい。ありがとうございます。新ユニです、ブライトンの新ユニ、はい、生でちゃんと初めて見ました。去年行った時とかホーム売ってなくてさ。あ、出ないんですよ。か、生でこう見ち近くで見たの初めてだなっていう。そう、フォームで、ね、これ公式で買われました。公式でもらいました、あのジャパン。ああ、なるほどなるほどなるほど。新シーズン始まったタイミングで買っとかないと、はい、本当にすぐ売り切れますからね。いや、マジで買えない。手に入んないですね。そうそう、プレミアリーグサッカーっていうのはいつ頃からこう見られてますか。サッカーはそれこそ売り出始めた頃から、うんうん、当時香川がドルトムントとか見た時にすごい、あのテレビマンデーフットボールとか、あ、懐かしい、うん、やべっち FC とかで見て、あとなんか新聞で結果チェックしてる。うわー、すげえ、レトロ。そうなんですよ。多分中学生とか、はい、その頃はすごい楽しみにこれ見てて、はい、でもちゃんと見始めたのはそれこそ、はい、カタールワールドカップの後に、はあ、やっぱサッカー熱やばくて、あ、なんか見たいってなって、で簡単にそれこそアーセナルとブライトンやってたじゃないですか。やってました、覚えてますよ。4対2の試合。そうですね。であれ僕なんか初めて観戦配信みたいな感じでやったんですよ。ほう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 。それでも超ハマっちゃって、あ、めっちゃおもろいってなって、はい、そっから結構ブライトン見始めた。なるほど、はいはいはい。あの試合だって三笘ゴール決めましたもんね。いや、そうなんですよ。多分ハマった時のその後に、あの、あれじゃないですか、あの三笘のあの二段式ボレーとか、はいはいはい、そこら辺の1月ですもんね。えぐかったんですよ、あの後。
半年ぐらいずっとここら辺ね、ブライト暑かったですからね。いやもうほんと神がかったタイミングですよね。現地に行かれてたじゃないですか。現地行きましたね。あれもそのシーズンですか。あれはそのシーズンのはずっすね。そのシーズンの5月、本当に最後の最後に、はい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 、それこそマンチェスターシティと、あの演出のあの演出のあの一番いいゴール選ばれましたよ、ね、年間ベストゴール年間ベストゴール選ばれた、あれ見たんすか。あれ見たんすか。うわーすごいわ。その試合ブライトン EL 初クラブ史上初 EL が一応決まった試合だったんですよね。じゃもうめちゃくちゃメモリアルなメモリアルだ。いいなー。すげー、最高でしたね。あれはすられたんでしょ。すられました。ごはんほどいかれました。ツイッターで、あ、ひろくさん大丈夫かそう思った記憶がある。バカなのが、運転免許証とかマイナンバーとか全部持ってたんですよ。財布分けてなかったんですか。久々の海外で、はい、まあカタールあったんですけど、はい、何もなかったんで、はい、まあいけるっしょって思って、はい、全部持ってて、いやそりゃダメっすよ。まだ免許証ないっす。はい、実は。マジですか。早くめんどすぎて行ってないっす。それもないっすよ。それもない。それも人としてないっす。意外とそういうラフなところあるんですよね。ほんと現地観戦良かったっすね。いやそう、アメックスタジアムいいっすよね。アメックスタジアムめっちゃ雰囲気いいんですよ、はい、あれちゃんと鳥飛んでるんですよ。そういや飛んでる。ちゃんとシーガンズなんだ。そうそうそう、それ感動しましたね。あと結構出待ちできるじゃないですか、あのブライトン。そう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 、でそれこそその時も出待ちして、はい、三笘選手とか、うわ、あと当時マカリスターいたんで、はいはいはい、マカリスターからのサインもらったりとか。うわー、すごい。それは最高でした。下高の温泉それで、ね、インストだけは彼女とこうやって歩いて帰ってきました。プライベートだ。プライベート、これ気持ちよ、気持ちよかったんで。企画さんから見ればブライトンの魅力的なところとか、うん、ブライトン、そうっすね、うん、まあ去年デゼルビが監督やってて、はい、結構こうギリギリつなぐサッカーで、はい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 、まあああいうのはでも危ないなって思うシーンめっちゃあるんですけど、うん、決まった時すっごい綺麗に決まるんで、そうですね、まあ素人で見ててもめっちゃ面白いっていう、うん、あのギリギリ感たまんないっすよね。たまんないんすよ。でも確かにそういう方として見るともうやめてくれ。いややめてスティールもうやめて。ここはスティールって大きく蹴って、はたから見る分には面白いっすよ。サポーター目線だとしんどそうだなってのはありますね。三笘選手がもちろん推し選手だと思うんですけれども、はいはいはい、この選手なんかこうファンになって好きになったなとか。僕が一番好きなのはヘッケっていう、あーファンヘッケ、オランダ人のセンターバックいる、はい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 、本田圭佑に結構似てて、いやわかる、確かにちょっとわかる、ちょっとわかる。ヘッケ圭佑って僕配信ではよく、いやめっちゃいいんですよ。キャラクターもいいし、足元あってすっごいいいセンターバックなんですよ、ね、あー確かにな。結構昨シーズンとは体張ったディフェンスが俺の中で目立ってたなっていう印象でしたね。しかもまだ若いですしね。若いっすね。ファンヘッケ、今回来日ファンヘッケ来てました、来てました、はい、お会いしました。あったんすよ。うわいいなそれ。いいな、書道教えました。書道教えました。しかもヘッケキャラクターもすごい良くて、なんかみんな書いてるの待ってる時もすっげー盛り上げるんですよ。あ、誰かが書き終わったらウェーイ、クラブみたいになってる。すげー、そうなんだ。ウェルベックも気持ちよくなっちゃって、ゴールパフォーマンスみたいな。かわいい。乗せられてるんですよみんな。まあそういうのが雰囲気いいし、そうなんだ。まあそれ改めてね、ちょっとあれですけど、ブライトンのね、アンバサダー、はい、ね、一時されてまして、はいはいはい、もう結構それこそショートも含めていろんな選手とこう、ね、はい、お会いしたというか、そういう経験あると思うんですけど、めちゃめちゃありがたいことに、まあ、そう先ほど上がったその、ヘッケとか、はい、ウェルベックとか、はい、他にもどんな選手とこう、他はバレバとか、あめっちゃでかい、はい、でかいですかやっぱ、はい、めちゃめちゃでかいですね、はいはい、あとは新加入でいうとデュベリーとか、あー来てました、はいはい、うちのデュベリーが、はい、いやもう感動しちゃって、いやすごかったですよデュベリーね、あの正直めっちゃ複雑でしょ、あ、そうだね。やっぱうめんだよなデュベリーとか見てて、あるギャップある選手とかいました。ギャップある選手はバレバとかは、うん、ずっと口笛吹きながら超楽しそうに、イメージ通りなんですけど、すげえなんかしっくりきてニヤニヤしちゃいました。バレバレだなーみたいな。サインとか書いちゃって下に。もう名前これ雰囲気変わっちゃうなみたいな。でもそれがいいですよ。バレバっぽい
だからいいっすね、それは。そう、あと U6 目だとギルモアが来てたんですよね。おー、はいはい、唯一来てて、はい、ギルモアだけはもうなんか丁寧に描きたくて、はい、すっげー足してて、いやー見本になるように、すげー、良くなってるとこ足したりとかしてて、性格出るなって。マジ、本当プレイにね、はい、直結しますよ。いや、マジでね、はい、三笘選手とかどうですか。三笘選手はあえてはないですよね、今回は。そうなんですね。でもそれこそ現地行った時はサインもらって、はい、すごいね。どうでした、その三笘選手、そういう時なんかお話とかしました。いや、もうでも頑張ってくださいしか言えなかったです。すごい、もうどんどんサイン書いて、やったんで、ね、いざ会えば何言っていいか分からないんだね。そうですよね、応援しますしか言えなかったです。確かにね。さあ、ということでちょっとね、いろいろブライトンのその第一トークとか聞かせていただきましたけれども、はい、まあ新シーズン開幕ということで、はい、まあちょっと今2425シーズンの、まあ、ブライトンに期待したいこととか、はい、みんなこの選手注目してほしいとか、そういうのあればちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、じゃあまずはちょっと期待したいところから、うん、期待したいところで言うと、まあちょっと素人の意見にはなるんですけど、はい、まあ、監督変わったんですよね、今年から。そうですね、多分それ一番大きいと思うんですけど、はい、しかも31歳一個上、僕もほぼ同いびっくりしちゃって確かに、まあ、そんなことあんのみたいな。確かにそうっすね。でも初めてブライトンジャパンツアーで、まあ、見たんですけど、はい、ずっと声出してギリギリまで出てやってたんで、熱量はすごい伝わって、はい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 、はい、結構監督でもキャラクターによって変わりやすいですよね。そうっすね、考えたらウェルベックとかよりも年下っすもんね。いや、そうなんですよ、ダンクとかウェルベック下なんで、なかなかないっすよね。いや、見てても31歳はマジで見たことないかもな、レベルなんですよ。そうですよね、うん、どうでしたかプレシーズンで、その手腕というか、はい、まあ、結果的に結構対象通じたんですけど、はい、期待感というか。いや、結構期待できるなっていうのはありましたけどね。まあ、それこそ監督も新しくなって新戦力組が、うん、そうですよね、かなり躍動してたんで。いや、そうですよ、まあ、ヤン組ヤン組ね、ヤンクマミンテ、ヤンクマミンテ、僕正直初めて見たんですよ、はい、プレーは、はいはい、いや、ちょっと驚かされましたね。それ決めちゃうんだっていう。ああ、あれはもっと戦力になれると思いますか、実際スタメンとかで。いや、出てくるんじゃないですかね。純粋にはそのフィジカルとかスピードとか、はい、そういったところの能力卓越してますもんね、ミンテね。ただブライトもウィングすごい多いんで。そうなんですよ、はい、確かにそうだ。まあ、ミトマイテ、アデングラもやばいじゃないですか。そうですね、いますね。で、まあ、マーチがどうなるかっすけど、怪我から復帰して、はい、マーチ来てってなると、そうっすよ、結構争いは激しいなっていうのはありますね。まあ、やっぱ多分順位で言うと、うん、まあ、今、2324シーズンは、はい、ちょっとまあ欧州圏入れなかった、うん、わけでございますけれども、ね、やっぱそういうところ狙ってっていう感じですかね。いやー、まあ EL 圏内狙いたいですよね、まずは。そうですね、はい、CL 行ければいいですけど、結局あの2年前のシーズンは EL 行って、はい、やっぱ結構きつかったんですよね、あー、EL 行ったシーズンが、ね、EL シーズンはほんとタブー、はい、で試合あってって、そうですよね。で、なかなか結果出せなかったんですけど、まあ、またまずそこリベンジしてほしいなって気持ちはありますね。そうですね、はい、個人的には。でもポテンシャル的には全然あるっすもんね。いや、いけるんですけどね。そうですか、2425シーズン期待したい選手、選手か、ちょっとなんか2、3人ぐらいちょっと期待したいですけど。いや、そうっすね、まあ、まずはファーガソンっていう選手いるんですよ。はい、はいはいはい、もう結構好きなんですよね、あの、若くて、次頑張ってて、はい、あと一歩で花開きそうみたいな。そうっすよね、このカスタすごいあって。去年行くかなと思ったんですけどね。いや、そうなんですよ、そうそうそう、センターフォワード張れる選手があんまいなくて、ブライトン、まあ、ジョアン・ペドロとかもやるんですけど、まあ、ちょっとタイプ違うじゃないですか。違うっすね、なんで、まあ、ファーガソンが一つ軸になってくれると、だいぶチームとしての厚み出るなっていう、縛りが出ますね。いや、もう本当ポテンシャルはもうハーランドとかそれに匹敵するぐらいいくんじゃないかなね。マジめっちゃうまいっすよ。いや、そうなんですよ、僕らやっぱネクストケイン候補なんで。いや、ファーガソンはマジそうっすよね、めちゃくちゃうまいっす、本当に、はい。まあ、あとはベテランっすけど、ミルナーが、はい、去年はまあちょいちょい出てたんですけど、まあ、なかなかこう、目立った活躍って言うと難しいですけど、そうですね、はい、あれだったんで、うん、でもプレシーズンマッチョ結構良かったんですよね。なんかね、なんか練習中に声がすごいみたいな、はい、ちょっと上がってましたね。なんかめっちゃ集中しろみたいな、ちゃんとやってるみたいなね、うんうん、まあ、間違いなくこう引っ張っていく選手だと思うんで、うん、まあ、見るな、やっぱ、うん、もっとプレータイムを見たいなっていう。見たいっすね、みたいな。まだ全然年じゃないですから、いや、彼は。まだはいける。監督と6個目の声まだいける、彼は。あとディフェンダーだと、まあ、ヘッケも好きなんですけど、はい、僕ランプティって選手結構好きで、はいはい、かわいいっすよね。かわいい、クロスもうちょっと頑張ってほしいなとかはあるんですけど、まあ、でもやっぱ、まあ、若い選手でこれからな感じで、うん、を
応援したくなる選手といえばやっぱラムティかなっていうのがそうですね。僕的にちょっと楽しみなのがですね、はい、あのバレバ、はい、先ほど上がったんですけど、はい、バレバも持ってるポテンシャルエグいじゃないですか。やばいっすね。なんでそこがバシッとハマればとんでもない選手になるなっていうやばい思うんですけど、あそこもちょっと楽しみですよね。バレバめっちゃでかいんすよね。あーもうリアルでびっくりしました。そんなでしたっけ。確かにちょっと意外かもしれないです。そんだけでかいのかって。でかいし、なんかあのジャパンツアーでセンターバックとかもやってて。あ、やってましたね。結構どっちかで中盤の選手なんですけど、センターバックもやってて、足元もまあ結構あるんで、はいはいはい、なんかどこでもやりそうだなっていう期待感あります。確かにどうなるんだろうってワクワクはね。そうなんですよ。あります、ありますよね。まあいろいろちょっとブライトについてね、ちょっとお聞きさせていただきました。はい、まあ2425シーズン、まあ本当ね、多分動画投稿して2週間後ぐらいに開幕なんですけれども、うん、ぜひ開幕したらちょっと一緒にブライトンのね、うん、配信とかも、そうですね、ちょっとさせていただけたらなという感じでございます。よろしくお願いします。そうですね、ちょっと令和さんからなんか企画になって、いやいや、企画めっちゃ知ってるね。いや、そう、ほんとほんと、ブライトン3人言ってて、え、なに、え、ファーガソン、ミルナ、ラムディ、いや、いいねー。そう、いや、いいとこつくねー。正直、ミトマワイって大前提で、大前提で知ってるなー。そこがさすがだなって思いました。いや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 、そのジョアン・ペドロはそこのプレーじゃないですか。確かに、そうなんですよ。もう1個下だよね。これはアンバサダーだわ。いやいやいや、本当に、本当に、いやマジで。なんかね、現地とかもなんかまたね、2425とかも見に行きたい。行きたいっすね。羨ましいっすよ、プレ旅。いやいやいや、見るといいよ、本当に。それこそ、ヒカ旅。いや、ヒカ旅はないっすね。絶対行きますよ。いやいやいや、でも一回見てほしいっすよね、ほんとに。それは間違いないっす。それ間違いないっすよね。間違いないっす。ねえ、ほんとブライトめちゃくちゃ、ほんとマンチェスターなんか全然いいっすよ。いや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 、とんでもない。マンチェスターよりいいです。いや、人も言ってる。俺はこのな成功じゃ、お前は。いやでもね、希望なんだよ、お前が。シティ対ブライトンもやるから。あ、そうだね。またブライトン見れるチャンスあるんで。そう、今シーズンブライトン、まあだいぶ注目してるんで。うん、あとまあ改めたんですけど、やっぱユニ早めに買っとかないと現地売り切れる。いや、間違いないですね。ということで、じゃあちょっとですね、まあ今回はこんな感じでちょっと終わりたいなと思ってるんですけれども、ちょっともう一本ね、別の動画で今回ちょっともう令和さんにも出ていただいて、ちょっと4人で動画撮ったり、またちょっとヒカクさんの方もチャンネルにもちょっと出させていただくということで、ぜひぜひそちらの方もお楽しみしていただければなというふうに思います。改めまして、ちょっとやめてよ、ちょっと頑張ったんだよ、ゆうちょ。人だなと思って。人だよ、業務人だよ、人だよ。俺も改めまして、ゲストヒカクさん、ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。そして、あ、令和さん、ありがとうございました。あって言ったら今、ずっとニヤニヤ見てた。いや、嬉しくて。嬉しくて。ということで、よければチャンネル登録お願いします。お願いします。ゲームチャンネルからお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。